クリスチャン二世イ、クリスチャン二世イ、クリスチャンイ、1481年7月1日から1559年1月25日は、デンマーク王、ノルウェー王、在位、1513年から1523年、及び、スウェーデン王、在位、1520年から1521年、デンマーク王権の強化を図ったが、封権貴族、 聖職者の反発に遭い亡命に追い込まれた。1481年、クリスチャンはデンマークノルウェースウェーデン王、ハンスの息子として生まれた。彼はよく宮廷から逃げ出し、若い荒くれ男たちと交友を結び、罪もない市民を脅し、両家の娘たちを乱暴した。また、1502年にはノルウェーに復讐のために出兵し、デンマークの圧政に反対して、 暴動を起こしたノルウェー国民を罪の有無にかかわらず虐殺した。斬首され四つ先にされた死体が、血の海の中を次々に運ばれていったという。さらに、いかがわしい安宿に宿泊し、狙った女性たちを追いかけ回して、手当たり次第乱暴した。1506年より、ノルウェーのベルゲンに渡り、その地で開催されたパーティーで、ネーデルラント人の少女、デューベケと知り合い、愛人とした。 後に神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の孫娘、イサベルを王妃とするが、その後も、デューベケとの関係は続いた。クリスチャンは王妃のイサベルには、非常に冷たく、彼女をほとんど帰り見ることがなかった。これを聞いた祖父マクシミリアン一世が、イサベルの兄カール、後の皇帝カール五世を通じて抗議してきこともある。デューベケの母シグブリッドは横暴で気性の激しい。 女性で自分の兄弟やいとこたちをデンマークに呼び寄せ、彼らを政治の中枢に据えてデンマークの政治を牛耳った。しかし才能豊かな女性でもあり、後に王となるクリスチャンを経済政策などでよく補佐したが、このことは当時のデンマーク政治を担っていた封建貴族らの不満を生むこととなった。1513年、不王、ハンスの死を受けてクリスチャンは、 デンマークをクリスチャン2世として即位した。王権の強化を図るクリスチャンは、封建貴族、聖職者との対立を深めた。こうした中、1517年に愛人、デューベケが突然変死した。深く悲しんだクリスチャンは、毒による暗殺の権威がかけられた有力貴族を処刑したが、これによって彼と貴族との間の対立は、決定的になった。 この死の真相は不明のままである。この年はドイツでマルティン・ルターによって宗教改革が始められた年でもあり、クリスチャンはカトリック教会の建制を図ってルター派の布教を容認する姿勢をとった。このため国内のカトリック聖職者も反クリスチャンの姿勢を強めた。さらに対外的にもケブン・ハウン、コッペンハーゲンをバルト海貿易の中心にしようとして、 ハンザ都市の動きを牽制しようとしたため、ハンザ同盟とも対立を深めた。とはいえ、あらゆる勢力がクリスチャンと敵対したわけではない。聖職者や貴族を牽制する一方で、勃興しつつある都市市民や封建貴族に対する反感を持つ農民層を支持基盤に王権の強化が図られていた。すでに14世紀末に成立したカルマル同盟によって、 デンマークノルウェー・スウェーデンの三国による同訓連合が成立していた。しかし、当時のスウェーデンでは、ハンカルマル同盟の動きが強まり、独自の王が擁立されていたため、クリスチャンはスウェーデンに遠征を行った。そして、ハンカルマル同盟の中心ステーンステューレを破り、1520年にクリスチャンはスウェーデンの王位も主中に収めた。その後まもなく、 反クリスチャン勢力をストックホルムで無残に処刑、ストックホルムの地獄、スウェーデンを屈服させようとしたが、この措置は完全に裏目に出た。この時処刑されたバーサ家の生き残り、グスタフ・バーサがグスタフ一世としてスウェーデン王に即位し、カルーマル同盟は崩壊したのである。こうしたスウェーデンに対する外交上の失敗と合わせ、かねてからの聖職者、 貴族との対立も一層深まっていた。こうした中、反クリスチャン勢力が、クリスチャンの王子、フレゼリクを、デンマーク王フレゼリク一世として擁立した。クリスチャンはネーデルラントへの亡命を余儀なくされ、王位を失った。亡命後、王妃のイサベルは、フレゼリク一世に、デンマーク宮廷へ戻るよう勧められたが、彼女はこれを断り、1525年に死ぬまで、 暴虐な夫と共に生活を続けた。しかし、ケブン・ハウンなどの都市民や、封建貴族の圧政に不満を抱く農民は、未だクリスチャンの支持者であった。さらに、まだ、フレゼリクが、デンマークの実権を完全に掌握したわけではなかった。ため、まだクリスチャンには復権の余地が残されていた。クリスチャンは、イサベルと結婚した、際の持参金の残額を、 神聖ローマ皇帝カール五世から獲得することに成功した。その資金をもとに軍を組織して復権を図り、ノルウェーを侵攻し、1532年にはノルウェー王を称した。こうした事態を目視できなくなったフレゼリク一世は、ハンザ都市、リューベックなどの協力も得て、クリスチャンを捕らえることに成功し、その後長期にわたって彼を遊兵した。 その間、白爵戦争、1534から1536と称される内乱でもクリスチャン福井への動きが見られたが、結局復権は果たせぬまま1559年に多界した。ストックホルムの地獄によって、とりわけスウェーデンでは残忍な暴君としての評価を有する。その一方で、デンマーク市においては、従来の封建貴族、 カトリック聖職者を牽制しつつ、官僚性を整備し、都市市民と連携して、王権の強化を推進していった点で、彼の知性に絶対王政の方が生み出すことも可能で、あると評価されている。そのことは、クリスチャンに反旗を翻して、スウェーデンの独立を果たしたバーサケも、また、封建貴族、カトリック聖職者を牽制しつつ、ストックホルムなどの都市市民と農民を、その支持基盤に、 旧王権の強化を図ったことからも伺えよう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。